めちゃくちゃいいメンバーで鳴り物入りでね立ち上げたんですけど、まあ結局僕は退職することになって、中里くんも辞めることになって全部解散したんだよな。もったいなかったなと思う。カップコンにとってはね、あれうまく置いとけば波動拳。皆さんこんにちは、日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はですね、カップコン時代に東京の第6階室というのなんですけど、そこの執行役員をやってくれてた中里英一郎にですね、ゲストで来ていただいてですね、対談形式ですね、動画撮らせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、カップコン時代の懐かしい話を掘り返してみようかと思って、はい、20年以上前やからね。そうですね、僕が入れさせていただいたのが2000年ですから24年になりますね。で、彼は英一郎って名前だけど、レイ中里って、ね、はい、当時名乗ってて、はい、レイさんレイさんってみんなに呼ばれたし、はい、そもそもね、外資系のゲーム会社で働いてたので、うん、アメリカで働いてた時期もあるので、うん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 、実は結構オフィシャルなんですよ、レイって。あの、向こうの免許証とかクレジットカードとかは全部レイなんです、うん、で、その彼がカプコンに転職をしてくれて、で、そこで彼が入ったことをきっかけに東京開発の立ち上げをやっていくんだよね。まあ、あれですけどね、東京で開発立ち上げたいんで、まあ、来てよみたいなお話だったと思うんですけど、はい、俺が住んでたマンションに呼び出して、はい、で、呼び出されたらほぼもう決まってて、蛇に睨まれたカエルみたいなのでね、で、カエルにカレー食えっつって言って、俺が作ったんだっつって、僕が作ったカレーライスをあの無限に食わして、何杯食ったか覚えてないけどもうまあね、その時は今みたいな距離感ではなかったので、もうあの岡本さんから振る舞っていただいたものは全部食わなきゃということで、かなり頑張った覚えがいや相当食ってましたよ、はい、2杯までは美味しかったですまあ僕の印象は、いや頑張るなこいつですね。その前に東京ゲームショーがあって、うんうんうん、あのステージでね、呼んでいただいて、そこで知り合ったんですよね、うん、一緒にステージやらせていただいて、うんうん、それからですよね。そうですね、はい、でそっからいろいろあって、これ社名伏せた方がいいかもしれないけど、の主力メンバーを次々に引き抜いていくんですよね。あの時もすごかったですね。東京開発立ち上げたけどほぼみたいな、めちゃくちゃいいメンバーで鳴り物入りでね立ち上げたんですけど、まあ結局僕は退職することになって、中里くんも辞めることになって全部解散したんだよな。もったいなかったなと思う。カップコンにとってはね、あれうまく置いとけば相当力になっただろうと思うんだけど、オンラインゲームとかをね、やる部署で立ち上げたんで、オンラインゲーム作ってた人間たちを集めて始めてたんで、いいとこまで行ってたと思うんですけどね。行ってた、うんうん、まあオンラインゲーム作るっていうことと、あと当時あのカプコンがね、いくつかあの海外のスタジオを使ってゲーム作ってたのがあって、うん、あのそれもあの僕の部署で見てたんですけどね、うん、サンディエゴのあの会社とかね、うん、ロックスターに買われたね、はい、サンディエゴとロサンゼルスの間で、サンディエゴよりカールズバット、そうですね、ね、うん、カールズバットってところでやってて、タイトル言うとレッドデッドリボルバーを作ってて、はい、完成間際まで作って、で僕らの退職とともに中止して、それを売って、でロックスターがそれを最後完成させてリリースすると大ヒットっていやもったいなかったよ ね。であれ皆さん知らない方も多いかもしれないですよ、主人公秋間さんがデザインしてるんですよね。そうですよ、あれ皆さん知らないと思うんですよ。え、本当に？だってそれあの向こうは言わないと思うんですよね。あ、そうか、主人公だけじゃないけど ね、まあ、ずっとデザイン的には監修を秋間がやってて、秋間がそのサンディエゴ住んでたんだよ ね、ずっと何年間も住んで、うん、であのモンストの開発に携わってた辻田、あ、そう、初期メンバーなんやけど、それも向こうに住んで、で彼をディレクターにしてゲーム作ってたんだよね。サンノゼにカプコン USA があって、そこに出張に行って、そこに自分たちが出張の時寝泊まりする用の家を借りてもらってて、で自分らが移動する用の車が1台買っておいてあって、でそこでマキシモンっていうゲームを開発してるから、まあ出社しつつ調整し、でそこから500キロか、7、8時間だからそんなもんですかね、大阪行くぐらいの感じですよね大体。その距離を離れてるのを自分らが運転して、夜中に出たら
全然大丈夫だからっつって仕事終わってから車で移動して一回当て逃げされたの覚えてる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 よ高速道路でね、はい、高速道路でまあ前の車が急ブレーキしたんですよね。でそれでわーって言って僕は運転してたんだけど急って止まったら後ろからガシャーッつってぶつかって僕らが車から降りたのを見てキャーッて急発進して逃げていっちゃったんですよね。いや懐かしい ね、まあ、そんな感じで、まあ、オンラインやらせていただいたそんな感じでもなんもないけどな、まあそのオンラインとその海外のスタジオのマネジメントとあと PC ゲームと、うん、あとまあボードゲームっていうね。そうボードゲームやってましたね、うん、東京で立ち上げるのに大阪の開発と同じだけ東京も大きくしたくって東京に進出したかったんだよね。一番最初船水に言ったのよ、はい、でお前行けよって言ってやだ嫌ですよ東京っつってみたいなで僕が来たんですよね。で僕が来たっていうかもう僕はあの体重全部かけられないんで東京の代表になるやつを探したのが中里 で中里には右腕左腕つけなきゃいけないから色、まあ、いいメンバーを集めて会社も金たくさん出してくれたので、まあ、オフィスも借りてってことでスタートして結構いいプロジェクトも同時に走ってディアブロもやってたもんな。そうですね。あれはでも発表をしなかったかしてない。したでしょ。してなかったっけ。あリリースはしなかったよね。リリースしてないんで。リリースは発表してないと。あれ本当ですか。あのだからディアブロの PC 版作ってた、あのカプコン代理店で売ってたじゃないですか、日本で、うんまあ、その流れがあったんで、うん、コンソール版をね作ってたんですよね、うん、実は作ってたんですよね、うん、ディアブロやっぱ好きだったのもあって、まあ、作りたかったのもあってでまあ彼らの会社行ってブリザードですよ、うん、で今をときめくそこへ行ってまだそれほどでもない時に彼らが、うん、で行って交渉してその勝ち取ったんですよね。あれはでもあの僕もやっぱちょっと反省点あるのはね、うん、スタークリエイターつけて、うん、で向こうは向こうでオリジナル IP のクリエイターのプライドあるじゃないですか、うん、コンソールに落とし込む時のあるべき論が結構ずれてたんですよね、うんうん、お互いが、うんうん、でちょっと作るべき最終形の姿に結構ズレが出てきちゃって、うんうんうん、難航しちゃったんですよね。だいたいあの作る側の人に任せてほしいんだよね本当は、はい、だけどやっぱり元を作ってる人は元を作ってる人でねいろいろ口出するんでマーベルとやったやつもやっぱりこのマーベルが主張するね、うん、ディズニーとやったやつもディズニーが主張する、はい、でゲームのことを分かってない素人がって言い方本当言葉悪いんだけど口出していいことなんか何もないじゃない。で例えばアメリカに出すロックマンをメガマンってしなきゃいけないって言われる、うんはい、でメガマンにしましたじゃあパッケージのやつだったの太ったおっさんになりましたみたいなのをやられていやこうでないと売れないんだって説明されるみたいなのが、まあ、僕はすごく嫌で、うん、任してよこっちにみたいなとかあったんで、まあ、将来的にこうだんだんこうマーケティング舞台とか自分の舞台に取り込んでいくっていうような流れになっていったんだけど立ち上げたばっかりの頃はマーケティング舞台とか持ててなくって、うん、でもちょうどあのその転職の時期という意味では僕ヤジさんと同期なんですよ、うんうんうん、あの頃にねヤジさん来てだからヤジさんは僕の部下じゃなかった、うん、営業の下についてた、はいはいはい、でバイオハザード2の仕込みの失敗があって、はい、それは責任が全部俺にあります。だから次から失敗しないようにマーケティング舞台くださいってヤジもらったんだよね、うんまあ、あとは洋芸の買い付けをうちの舞台でやってたんですよね。昨日洋芸って言葉の意味を初めて知った。洋芸ってどんな意味で使ってた。洋画に対して洋芸。あそうか正解正解正解、うん、であのすごくいいように言わなきゃ言ったつもりなんだって、はい、で僕ら洋芸ってなんかバランスの悪いとんがったとこあるけど、はいはいはい、なんか出来の悪いゲームみたいな、はい、まあ、少なくともあの時期頃まではそうでしたよね。そうだったね、だから洋芸洋芸って言ったのは、うん、なんか下げすんで使ってた、ね、そういう時代でしたよね、うんはい、でその洋芸の中の当たりを探して持ってきてたんだよね、うんなんかすごいもんね。今だったらとても持ってこれないよみたいなゲームなもん で、ねええ、例えば PC じゃないけど、はい、グランドセフトと、はい、あの時は結局バイオレンスが高かったんで、うんうん、日本での発売ができなくて何年か寝かされちゃってたんですね。それがね、まあ、あの時代の流れもあったんでしょうけどもその辺の規制が緩くなってレーティングシステムもできてでじゃあ GTA 出してもいいよねとロクサ側にしてみればずっと出したいのに出せない状況続いてたんで結構いい条件で1本目はね、うん、あのやらせてもらえたんだよね。グランドセフトオート3を売りたいんだっつってソニーに行ったのよ、はい、したらソニーがダメだって言って、はい、でそのレーティングっていうのを俺らが、はい、今から
あのシステム作るからって言ってあのセロっていうのを立ち上げたの。だからセロの初代会長は辻元さんなのは俺らが立ち上げたから、カプコンが立ち上げてるからセロの会長は辻元さんだったんでね。それなんでだっつったら GTA3 を見たかったからなんでね。それでもなんか神奈川県売っちゃいけないとかつまんないこと言われたよね。棚の指定とかね、いろいろ当時大変でしたよね。まあでも洋芸にしてはよく売れて当時。いやいや、いやそりゃそうですよ、もう世間でどんだけ売れてるとか世界中で売れてるんだみたいなのがある中で、日本人があれを日本語で遊べる時代が来たっていうのはすごかったのよ。今もう何ですか、ヒットゲームほとんど洋芸になりましたからね。そうです、コンソールはね。そうです、もう本当に任天堂外すとほとんどそうです、もうなんか桁が違うのよ、あの日本初のゲームで1000万本って音聞かないやん、なかなか、もう6000万本とか言うのよ、そうです、全世界で、である時辻元さんと食事してる時にグランドセフトとか話になった時に、僕やっぱり何千万本って話をしたら、お前あの桁が人を違うのかって言われて、まあ400万本違うかって言われて、いや違いませんって言ったんだけど、あら俺から言われるって言われてですね、今の訳してください、そんなに売れるわけないやろかと言われてですね、であの当時の今から10年ぐらい前かなの辻元さんでさえその世界がどれぐらい売れてるか知らなかったですね。やっぱりカプコンの目線から見ると、まあ、全世界で売れてる500万本っていうのはうおーっていうような数字だったんですよね。日本から見るとやっぱ500万本っていうのはすごい大きな数字なんだけど、ね、まあ確かにいい数字ですけど、もちろん500万本売るゲームって50本ぐらいあるかな、年間。それ数えられないか分かんないけど、500万本売れるタイトルがいくつあるかっていうよりはその2000万本より超えるタイトルっていうのがシリーズもんだと必ず2000万本は出るよねみたいなのがずらっとあるんですよね。そいつらがその主力になってて、でそれが出たらもう完全に出ちゃうみたいな、3000万とかね、まあ任天堂ももちろん6000万7000万って売るやつがあるんだけど、でそういう数字を叩く世界になった。つまりそのゲームのマーケットが広がった、コピーが少なくなってダウンロードでちゃんと売れるような世界になった。俺らがやってる頃とはもう違うマーケットの大きさが。そうです、こんなに早くこの数字になるとは思ってなかった、やっぱ世界で200万本300万本って売れたら結構売った気になってたもん。あ、いや売れたなって、大ヒットっちゃったな俺みたいなつもりにやっぱりなってたもん。だから今各種ゲーム開発メーカーが過去最高益ですとか言うけど、それはそうよねと思って、マーケットが大きくなるわ、ダウンロードが増えるか在庫リスクが減るわみたいな、あとはそのプレイステーションだったり任天堂だったりするのを通さずに Steam で売ってるんだから利益率も上がって、そりゃ過去最高益更新しますよねみたいな。 Steam が出たのもでかいですよね、あの頃ね。あったら東京も完全に立ち上がって違う世界に行けてたよね。俺らも PC に最初に目つけて、で PC のゲームを日本で売るっつって、海外から出てくる PC を俺たちが売るんだってやってる俺たちのあの場所は、あれ今だったらもうとんでもないことになってましたよ。めちゃくちゃ残念ですけどね。岡本さんはいろいろゲーム作ってこられたけど、やっぱり一番いいなカタン持ってこられたことですって言われた時もあってまあまあ切ないまあまあ切ないんだよ俺も。だけどそれぐらいみんなはいいゲームだと思ってくれてて、